申し込む。横山大輔、過失騒動を謝罪、傷つけてしまったり辛い思いをさせてしまった。歌詞の内容が物議を呼んでいた楽曲、あたしお母さんだからについて NHKE テレお母さんと一緒11代目歌のお兄さんを務めていた横山大輔が8日自身のブログを更新し、皆さんを傷つけてしまったり辛い思いをさせてしまいましたと騒動を謝罪した。横山はこの日付のブログで、皆さんこの度はご心配をおかけしてすみません。去年卒業してからたくさんの人とお仕事させていただき、日々勉強の1年でしたと書き出し、フル大輔お兄さんのスタッフの皆さんも子供たちや親御さんに喜んでもらえるよう頑張ってくださっていますとし、しかし今回理由はどうあっても結果的に応援してくれている皆さんを傷つけてしまったり辛い思いをさせてしまいましたと謝罪。さらに僕自身これからも子供たち、親御さん、そしてみんなに歌を通じて、活動を通じてたくさんの楽しさや元気を届けられるよう、今回の歌の一件を真摯に受け止め頑張っていきたいと思います。たくさんのコメント本当にありがとうございますとファンへの感謝の思いもしたためた。今回の騒動をめぐっては、動画配信サービスフルでお母さんと一緒卒業後自身初の冠番組大輔お兄さんで放送された同曲の歌詞の内容が母親に自己犠牲を強いていると思わせるとして、母親の心情を書いたのではないかと批判の声が寄せられていた。これを受け、歌詞を手掛けた絵本作家のぶみ氏はツイッターで、本当にご迷惑をかけしました。歌詞に不快な気持ちを感じた人改めて深くお詫びします。もっと見る人の気持ちを考えて制作するべきでした。本当にもう一度書き直したい気持ちでいっぱいです。この度は申し訳ありませんでしたと謝罪していた。